ヒューリック青山第二ビルは東京都渋谷区に所在するオフィスビルである。2008年にシンプレックスインベストメントアドバイザーズにより C やーー青山ビルディングの名称で建設されたが、同社は2015年にヒューリックに吸収合併された。建物名に青山の地名がついているが、所在地は渋谷区渋谷にある。白い外壁に 数種類の大きさの正方形の窓が配置された特徴的な外観を持ち2008年にグッドデザイン賞金賞を受賞している渋谷駅方面からは明治通りの宮下パーク先を東に入り青山通り手前の右手にある通りを挟んだ住居地域にかかる日陰規制を考慮しかつ各階の床面積が等しくなるように容積率を消化すると 平面の大きさは広く取れない代わりに高さを大きく使えることとなった。二重螺旋階段の配置や設備システムを考慮し、天井口は標準的なオフィスの2倍、近い4.9メートル、階段は6.4メートル、一章を考慮し、屋根のパラペットも6.4メートルとした。上部構造の平面形状は、西側の角一つを90度、 各辺が12.9から21.2メートルの変則的な五角形で厚さ400から500ミリメートルの鉄筋コンクリート製外角壁を配置した。外壁は目地を設けず白色の塗装仕上げとし、五角形のそれぞれの頂点は角を取り丸みをつけている。階高の半分の3.2メートルに壁柱及び壁量を設け、その枠内に 複数の大きさの窓を不規則に配置した。窓はすべて正方形で、1150mm、1450mm、1600mm、1750mm、1900mm、2050mm、2200mm の7種類。外壁からの奥行きは 125mm、185mm、 2 4 5ト、mm、ル3 0 5ト、mm、ルの4種類で、大きな窓は奥行きを浅く、小さな窓は深くすることで大きな窓はより大きく、小さな窓はより小さく見える印象をもたらす。ワークスペースはワンルームとし、上下2段の窓とペンダント照明で室内の最高を確保した。1階の針下と地階の間に12機の 鉛プラグ入り積層ゴムと2基の片滑り支障を配置した中間層面心構造を持つ。約280の不規則な開口部があり、誘発目地を設けない衣装としたことから外壁のひび割れ対策が課題となった。水和熱を抑えるため、低熱セメントを採用し、線膨張係数の低減を図るため、石灰石骨材を使用、流動化材の使用や工程の工夫により、 密みな打折を図った。さらに、塗装には取材に、透湿性と弾性のある、アクリルゴム系、上塗り材には、超低汚染、超耐久弱溶剤型特殊樹脂塗料を使用した。設計は、青木厚し高い天井を有するオフィス空間を持ち、外観からは、用途も何階建てかもわからない、従来のガラスファサードのオフィスビルの確一的な、 常識を覆したことが評価され、2008年にグッドデザイン賞金賞を受賞している。ありがとうございます。